新年度よそいを新たに花ちゃんリニューアルしました。おめでとうございます。いや本当におめでたい。嬉しいことですね。久しぶりなんですよね、ここで撮られるの。いやめちゃめちゃ久しぶりで、そうですね、番組自体も久しぶりっていうのがあったんですよ。そうなんですよ。なんで私ちょっと緊張しております。緊張してます。初めて目を使ってましたね。豪華すぎて、うん、緊張がすごいですよね。そしてですね、リニューアルとしまして、CMC を紹介させていただきます。こちら、はい、はい、歌舞なら歌舞通せ。どうも、花の刑事では奥村助右衛門役のキャラクターボイスを担当しております、声優の今村和弘です。よろしくお願いいたします。本日をもちまして新 MC に、花ちゃん新 MC に就任いたしましたので、皆様よろしくお願いします。先輩方、いや、よろしくお願いします。いやいや、先輩ですからね。大先輩ですから、よろしくお願いします。いっぱいたくさん奥村助右衛門の声を聞かせてください。はい、幸せですね。はい、そろそろ始めたらどうだ。すまん、着込みをつけていたんだ。こっちをやれ。年来の友を切るなど生涯に一度のことだ。やり直すことなどできん。というすごい漆黒というパチンコの演出でしたね、今のね。はい、いやもう泣いてるシーンとかこのまま泣いてたら演出としては外れます。演出としてはよくスケも泣きすぎるとかって言われてるから外れてると思うんです。はい、もう韓国言われてもうずっと見ちゃいました。そう、これあの、まあ、簡単に説明すると、はいはい、そのスケモンの妹が、あ、はい、あの刑事に恋をしていて、であの刑事も愛しているお松というあの女性ね、お松さんに宛てた手紙をわざとこう妹が書いて、ね、あの刑事とは相引きをするような形になってしまうんですよ。ただ旗から見るとお松と刑事の相引きのようになってしまったせいで、スケモンがまあ。ケツを吹くじゃないですけど、ケージを切ることを覚悟して切ったけど切れなかったっていうシーン、この苦しい感じですね。よくやるし、あのやらせていただくシーンですけど、というところですね。はい、こうやって映像と声がつながるとまたまた、うん、あ、いい声だなみたいな。そう、何度もありがとうございます。今隣にいることがめちゃめちゃびっくりします。いやでもそのうちなんか話によるとね、いろんな声優さんも呼びたいななんていうことも、なんかチラッと伺った。はい、まあ、その時にね、楽しみですね。はい、お願いいたします。ありがとうございます。歌舞伎なら歌舞伎通せ、花ちゃん。はい、それで今村さんはニューギンさんで開催されている花系の日というイベントにも、はいはい、ですよね、出演させていただいてますね。去年一昨年はオンラインで開催されて、うん、そこでね、それも以前もあの影穴みたいな感じで出させていただいてたんですけど、ね、オンラインになってからは、まあ、実際に今と同じような状態ですね。実際に僕が出させていただいて、で演者さんと少しお話しさせていただいたりとかっていうことで、はい、なので多分知ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるのかなと思うんですけど、はい、こちらの映像も動画をご用意してみたいなので見てみましょう。はい、どうぞ。秋の宴なので、去年の、11月に、開催された、ちょうどこの岡山町乳銀さんの、ここは低層階なんですけど、上の階を撮らせていただいて、すごい、セットめちゃくちゃ豪華なんですよ。すごい。とっても豪華で。めちゃくちゃ豪華ですね。この部屋だけじゃなくて、いろんな人が。そうなんです。今僕と、メインパーソナリティというか、MC が僕、それから、ホタル役の、ゆきなりとわさん、今映ってますね。ゆきなりとわさん。それから、僕のその手前側と言っていいかな、こちら側に映ってた女性が、パチンコライターの青山亮さん。はい。この方も刑事に詳しいということで、とにかく特に青山さんは、刑事の中でも、花の刑事のその花系の日の、メインアンバサダー、スペシャルアンバサダーという立場で、ずっと花県に参加して企画を、ね、盛り上げてくださってるっていうことで、今回だから
スペシャルアンバサダーの青山さんと演者2人で、あのメインを回しながら、あのいろんな方をお呼びして、もしくはね、あの作っていただいた VTR を一緒に、あの見ると一緒に見ながらっていうことで、いろいろさせていただいた。まだ時間も時間ですから、まだこれだから水です。なんかもちろんあのこれ見てるだけだと分かんないと思うんですけど、5時半から始まって結果終わったのが夜中の2時とか、そう、もう本当にちょっと伸びたっていうのもあるんですけど、まあね、もちろん生放送でやってたので、朝の5時ではなく夕方の5時から始めて、そう、あの夜中の2時過ぎぐらいまで、そうずっとやって、もう皆さんもね、やっていただいてというか、すごいですね。あと刑事役の石澤さん、ダンサーの方も、いや、多かったんですよ。あ、大西さん、これ我らロックグレン隊っていうのは、あのサロ編っていうところに、あの、はい、あの声優さんが歌ってる歌を大西さんがカバーされてるっていう、あ、そうなんですね。これ2人で僕と石澤さんで歌わせていただいた、角田さんの歌ですね、今の歌。まだまだ宴はこれからだ、はい、これも本当にあの花県の日の秋の宴で流れた V ドル。そうなんですね。あれは、あ、いやもういいですよ。早送りしました。いや、見ました見ました。メガネがないんですね。そうそう、これない。いや、これ実は、あの、かまてのときも申し上げたんですけど、はい、ないかな、2週間か3週間くらい前に、はいはい、あの踊ってくださいって言って振りが来て、そんな直前に言うなんですね。そうなんです。で、やっぱりわりかし僕そんな踊りとかしないので、わりかし激しめ、僕にとっては激しめだったんですよ。多分このまま踊ってたら目が飛ぶと思って、まあ、無理だな。いや、そうですね、もう中学校の頃からずっとメガネかけてるんで、そうなんですね。メガネありもなしも、かっこいいですね。とんでもないです。だって姿すごい、歌って踊れて声もかっこいいなと思う、最長ですね。やっと踊れてるかは分かんないです。全部踊れてます、すごい。本当に今ね、なんか声優さんってこうたくさんそのことをされてらっしゃる方 ね、とても多いですけども、わりかしあのそういうことしないタイプの側の役者なので、もう踊れるので、いやこれからは大丈夫。いやいやいや、それで言ったらあの前田君の藤沢俊也さんってまあ多彩ですよ。本当にまあそれあの歌もそうですけど、絵描いたりとか、そう、それからこの秋の歌では自分で木彫りした刑事を木彫りです。あのアーカイブ残ってるんで見てください。本当にすごいです。いや、本当見てください。もうマジ何なんだろうなって思って。あ、これがあの2人でデュエットさせていただいた、あの角田さんの本当に初めの曲ですね。歌舞伎ものという。いや、もう声が渋いですね。いいな。もともとあのオンラインやがコロナになる前ですよね。はい、その実際のリアルイベントの時に。最後藤沢さんが影山とか、それで来年もゴールデン大会だみたいなことを言っていて、コロナになったんです。あ、そう、それでまあオンラインを2回目なんですけど、歌われるのはやっと開催できた。まあ、去年の夏に歌って、で、秋にももう1回ステージで歌って、そうじゃん、豪華でレアなイベントなんですね。いや、本当に毎回、いや、もうぜひぜひ見てください。あの、ただ長いのでめちゃくちゃ長いので、そうですよ、なので、まあ、ちょっとずつちょっとずつ割と子供が受けされてるので、じゃあ次のコーナーです、どうぞみたいな感じでコーナー結構あるので、そうそうそう、見ていただけたら、ぜひ見てください。まだ見てない方、ぜひ見てください。はなちゃん、にんにん。はい、では次はですね、スタッフさんからお願いが来ております。はい、はい、お願い、今村さんと私たちにですね、はい、アイキャッチのボイス収録をしてほしいと。あー、花ちゃんと、はい、はい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 、来ております。あ、ほう、はい、それはなんか原稿とかあるんですか。じゃなくてですね。ないなるほど、はい、はい、今村さんには、はい、ぜひあの
ケモの名台詞や花ちゃんなど言っていただきたいのと思ってます。それはじゃあ、名台詞と花ちゃん合わせて言って大丈夫ですか？そうですね、あ、大丈夫、今周りのスタッフの髪が取れました、今大丈夫だ、大丈夫です。え、じゃあ僕がそれを先にやって、あ、そうですね、で私たちが決め台詞がありまして、はあ、はい、決め台詞、決め台詞、そうなってますよ、せーの、にんにん、あ、あの、聞きました発表させていただきます。なるほど、わかりました、じゃあ僕からで、あ、ぜひお願いします。はい、楽しみ。さっきも、さっき言っちゃいましたね、それね、歌舞伎なら歌舞伎と同じでいきます。じゃあ行きましょう。歌舞伎なら歌舞伎通せ、花ちゃん。すごい。これがすごく聞こえる。すごい、これビシッと聞こえますね。じゃあ、次お二人とも可愛い。ちょっと次緊張しますね。なんでですか。今笑顔見ちゃった、ちょっと負けないように。とんでもない。先輩方よろしくお願いいたします。はい。行きます。せーの、花ちゃん。え、ニンニンだけ、それともなんか、かなちゃん、かなちゃんを入れます。かなちゃん、ニンニン、かなちゃん、ニンニン、かなちゃん、ニンニン、じゃあ行きましょう。3、もう一回入れましょう。ニンの、かなちゃん、ニンニン、かわいい、ありがとうございます。かわいいでございます。じゃあ、今日の動画はこれで締めということでよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。締めちゃっていいのかな。ちょっと待ってください。はい、ちょっと私たちからのちょっとお願いがあるんですけど、はい、ぜひ今村さんに一緒にニンニンを言っていただきたいなと。お願いしませんか。今お願いします。いや、需要ないでしょ。いや、私たちにあります。聞きたくてしょうがないです、ニンニン。いや、僕は全然ニンニン、新しくニンニンって名前にもお任せするの。ちなみに手どうやってやったんですか。忍者みたいな感じですね。くの一なんで。はい。あ、じゃあそうです、うん。こんな感じで。こんな感じで。ちょっと力を込めて。花ちゃん、にんにん。はい。花ちゃん、にんにんで。締めでお願いします。じゃあ、聞き苦しいだと思った方は、ここ飛ばしていただいて。聞いてください。はい、絶対聞いた方がいいです。はい。あ、じゃあ、これで締めようか。あ、番組。そうですね。これで締めましょうか。しましょう。じゃあこれで締めましょう。先に、はい、言うことだけ言わせてください。はい、すみません、なんかちょっとバタバタしてしまいましたが、本日から、花ちゃん新 MC に就任いたしました。皆さんとね、一緒に、はい、花のページを盛り上げていければいいなと思います。で、私はね、まあ、ここに来たということで、はい、花手の人もね、なんかいろいろこう一緒にやれたらいいなと思っておりますので、ファンの方皆さん、ぜひこの後の展開にご期待ください。はい、はい、それでは今までの番組内容いいなと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ行きますか。行きましょう。いやー、してる。いや、もう本編より全然ハラハラすんだ。じゃあ行きますよ。行きますよ。はい、花ちゃんにね、花ちゃんにせーのって言いますね。お願いします。せーの、花ちゃんにんにん。